岡山電車区は岡山県岡山市北区にある西日本旅客鉄道の車両基地である。岡山支社が管轄しており、岡山支社管内の電区管における普通、快速用の電車と電気機関車、貨車が配置されている。かつては客車の配置があったが、現在は配置がない。 なお、岡山支社が管轄している機動車の車両基地である、岡山機動車区は、1989年から2009年の間、東電車区の支所であった。山陽本線岡山駅北長瀬駅間に位置しており、山陽新幹線博多総合車両所岡山支所、日本貨物鉄道岡山貨物ターミナル駅と隣接している。2015年、広島支社が、 JR 西日本227系電車を導入して、以降、主力車両だった115系電車が、姫路岡山、岡山糸崎間に限られた。しかし、導入から40年以上経っていることから、2023年度より、新型車両を導入することを発表した。101両程度を導入し、2から3両編成で運行することで進めている。旅客車は、 岡山支社の略号である、岡と、岡山の電報略号である、岡から構成された、岡岡で、機関車は、岡である。2021年4月1日現在の所属車両は、以下の通り電車105系、電車115系、電車117系、電車213系、電車223系電車機関車機関車の研修は、 日本貨物鉄道岡山機関区に委託している、貨車電車客車、悠々サロン、岡山機関車、ありがとうございます。